深夜お嬢がやりました。じゃあシンです。今日の動画も実はドラゴンボールのガチャガチャをねやってきて、ちょっと昨日はねこちらの方のガチャガチャをやったんですね、昨日。はい。で今日がですね、ちょっとこちらもね、なんか2段の方のこちらのガチャガチャやりました。こちらね、今日もこうベジータが出ましたね。超スーパーサイヤ人3。ちょっとその実在がちょっと、まあ、見せたいと思います。蓋付きの。はい、これです。これですね。実在です。これが、これがスーパーサイヤ人3のベジータ。で、こちらが昨日のね、昨日のベジータです。はい。まあ僕、ベジータ好きなんでね、非常にこれはね、本当に嬉しいです。はい。もう絶対皆さんこれ、ドラゴンボールファンには、とても、とてもね、嬉しいことであります。はい。ドラゴンボール。結構好きですよ、僕も。うん、ジャンプの中で。こち亀も好きですよね。でも、最近これちょっとずつ読んできてね、だいぶね、YouTube のことをよーく分かってきました。これでね、勉強してますよ。本当に役立つことがね、書いてあるんでね、とてもね、めぐいさんにはすごく感謝してます。はい。この本を書いてくれためぐいさんですね。本当にありがとうございます。これからもね、ちょっと最後までちょっと読ませていただきますので、はい。ぜひ皆さんもね、チャンネル登録してください。めぐいさんに。はい。という感じでね、これ終わりますけど。はい、ということで、今日の動画は、ドラゴンボールのガチャガチャ2でした。以上、深夜おじゃないごでした。ありがとうございました。はい。あのね、ちょっとね、もう仮面ライダーのガチャガチャ新しいんでたら、またちょっとそれもね、やって、ね、またちょっとそれを紹介できたら、したいと思ってます。はい。僕はちなみに白い魔法使いとかも好きですね。はい、なんかまあウィザードのライバルみたいな、ね、感じですけども、まあ、結構面白いと思います、はい、よろしくお願いします。はい、それでは終わりたいと思います。バイバイ。